に現れたという巨大人形兵器か。どうしてここに。するとあの封印石は。見たところ見食らうヘビの大型人形兵器のようですが、どうやらそれ以上にいわくつきの機体のようですね。うん、ちょっといろいろとあってね。 とにかくそこの封印石を手に入れなくちゃ。やっと見つけた。エステル、どうやらお探しの人物だったようですね。 レン、エステル、それにヨシュアにリータまでいるなんて。<笑>なんだか都合のいい夢ね。レン、エステルってばお姉さんなのに。
甘えん坊なんだから。それにあったかくていい匂いで、まるで夢じゃないみたい。どうなの？レン、どうしてエステルがこんな場所にいるの？違う、どうしてレンがこんな変な場所にいるの？レン、落ち着いて聞いて。これにはいろいろと訳があって。近寄れないで。それ以上近寄ったらレンはエステルを殺すわ。エステル、ちょっと下がってて。レン、本当に久しぶりだね。実際に顔を合わせるのはアクシスピラー以来かな。そんなの知らない。ヨシアだってエステルと同じよ。散々レンのこと追いかけ回したりして。やっぱり気づいていたんだね。うん、確かにここ数ヶ月僕たちは君のことを探していた。今はクロスベルにいるけど結構近くにいるんじゃないかな。そんな近くまで、どうして、なんで追いかけたりするのよ。とにかく一度君と話がしたかったんだ。裏ルートで聞いたけど、君あれから結社にも戻っていないそうじゃないか。そんなのレンの勝手でしょ。レンはあなたたちとなんか話したくも顔を見たくもないんだから。なんで放っておいてくれないの。それはごめん。レン、私あれからずっとレンのことが気になってて、ヨシアに調べてもらっていろいろな場所を探し回って、でもこうして会えて本当によかった。そんなのわかったわ。エステルってば、うまいこと言ってレンを捕まえるつもりでしょ。言っておくけど、レンは結社のことなんてヨシア程度にしか知らないわ。知っていたとしても教えるつもりなんてないし。残念だったわね。ちょっと待ってよ。なんだか知らないけど見たような顔がゾロゾロいるわね。さすがにレンもこの人数を一人で相手にするのは難しいけど。確実に何人かは殺してあげるから、その気ならかかってくるといいわ。レンちゃん。おい、シェラ先輩、どうしましょう。まいったわね、こりゃ。なるほど、あなたの正体がわかりました。結社の執行者ナンバーフィフティーン、殲滅天使ですね。そうだけど、お姉さんは初めて見る顔ね。教会の騎士さんかしら。ええ、聖杯の重騎士リース・アルジェントと言います。事情は存じませんが、わがままは大概にしたらどうですか。わがまま。聞けばあなたは類まれなる処理能力を持つとか、その才をもって結社に見出され
あらゆる技術を習得したそうですね。ならば、これがあなたを捕らえる罠ではないことくらい、本当はすでに分かっているはず。なのにダダをこねるというのは、わがままとしか言いようがないでしょう。リースさん、はっきり言うな。面白いわ、お姉さん。いくら聖杯騎士とはいえ、重騎士ごときが蓮に向かって、そんな口の利き方。よっぽど殲滅されたいみたいね。そちらこそ。どんな事情があるかは知りませんが、蛇と慣れ合うつもりはありません。そちらがその気なら、いつでもお相手しましょう。リースさん。宝剣使いさんね。前に何人か戦ったけど、確かにそこそこ手強かったわ。もっとも、パターンが読めたら、レンの敵じゃなかったけど。最後にはみんな、みっともなく泣きわめきながら、レンに命乞いをしていたわ。お姉さんはどんな声で泣いてくれるのかしら。ちょっと。店長。ご託は結構です。早くかかってきたらどうですか。そうね。二人ともいい加減に。いい加減にしてください。ティータ。おいこら。二人とも。なんでそうなるんですか。店長は本当はお姉ちゃんたちと会えて嬉しいって思ってるくせに、リースさんだって店長が悪い子じゃないって本当は気づいてるくせに。ティータさん、何よ。レンがエステルたちに会えて嬉しいだなんてあるわけが。だったらどうしてお姉ちゃんに抱きしめられてあんなに幸せそうにしてたの。あったかくていい匂いだって。それなのに話したくないとか見たくないとか。ちょっとティータ、そんなの絶対に嘘なんだから。ティータ、ったく無茶しやがるぜ。まったくもう。ティータってば、リンの一つお姉さんなんでしょ。なのにそんなにベソかいて、本当にお子様なんだから。だってせっかくお姉ちゃんたちとレンちゃんが会えたのに、こんなのって、こんなのって悲しすぎるから。
ったりするのよ。前にも言ったけど、そんなの決まってるじゃない。レンのことが好きだからよ。ねえレン、ここは一時休戦にしない？休戦？そう、今私たちかなり困った状況にいるのよ。そして何の偶然かレンも同じ状況にいる。それを打開するためにいろいろな事情は一旦置いておいて、協力し合えないかってこと。確かに我々が置かれている状況は未だ不明瞭な部分が多い。君ほどの頭脳の持ち主がいれば新たなことがわかるかもしれない。その意味でも協力してくれると非常に助かるな。そうそう、大佐いいこと言うじゃない。だから大佐じゃないんだな。まあいい。さらに言えば、君だって一人で行動するよりは我々を利用した方が効率がいいはずだ。情報を収集するにしても、当面の安全を確保するにしてもね。確かに、どう考えても普通の状況じゃないし、レンがいたら助かるっていうのも当たり前といえば当たり前よね。ティータに免じてこの場はおとなしくしてあげるわ。まずは話を聞かせてちょうだい。レン、ありがとう。言っておくけど、まずは話を聞くだけよ。それ次第でレンが協力するか決めさせてもらうんだから。なるほどね。おおよその事情は理解したわ。ファンタズマか。よく言ったものね。え？もしかして何か分かったのかい？分かったっていうほど確信はないんだけど、でも大佐さんの話を聞いて一つ見えてきたことがあるわ。私の？ええ、確かにレンもあの白い光に包まれたんだけど、大佐さんはその時着ていたのはその黒い軍服じゃなかったのよね。だから大佐じゃ。まあいいか。ああ、その時に着ていたのは普通のシャツにスラックスだった。大佐さん、その軍服にすごく思い入れがあるんじゃない？え？つばしみたいね。未練があるのに切り捨てなくてはならない、そういったものの象徴なんじゃないのかしら。その通りだ。リシャールさん。当然だろうな。そしてこの世界に呼ばれた時、大佐さんはその服をまとって現れた。それは一体何を意味しているのかしらね。未練が現実のものとして実体化した。すなわちこの影の国は人の想念によって変容しうる。あそうきたか。
ういうこと？もうちょっとわかりやすく。簡単なことよ。エステルたちも前にゴスペルによる夢をルシオラに見せられたでしょ。あ、その人が望む夢の世界。もちろんこの世界は決して夢なんかじゃないわ。でも人の望みに反応し、それを実体化させる、もしくは知っている場所を本物と同じように再構築する、そうしたプロセスはとっても似ていると言えるわ。なるほどな。確かにその説明だと石碑とか扉の働きも納得できるかも。しかしこの状況そのものは我々の望んでいるものではありえないと思うんだが。もちろんそうでしょうね。でも連たち以外の誰かなら。あ、私たち以外の誰かがこの世界の在り方を望み、そしてその通りになっている。つまりそういうことですね。やっとたどり着いたみたいね。もともと輝く輪は人の願いを叶えるための至宝。それが失われた今、何がそれを可能にしているのか現にもわからないけれど、その誰かっていうのはほぼ明らかなんじゃないかしら。影の王。そう、そしてその人は最初から影の国にいたわけじゃない。最初からいたのは女の幽霊さんの方みたいね。幽霊さんはこの場所で影の国を見守ってきたけど、影の王さんがやってきて彼女の力を奪って好き放題し始めた。そして影の国は影の王さんの望むままにどんどん作り変えられていった。そんなところじゃないかしら。あんたってばよくそこまで考えつくわね。まさか現時点の情報でそこまで読み解けるとはね。レン、やっぱり君は天才だよ。もうこのくらいその気になればヨシアにだってわかるはずよ。エステルと一緒にいて鈍さが映ったんじゃないの。あんですって。それはないと思うけど。やれやれ。でもどうやら影の王さんはレンみたいにゲームが大好きみたい。エステルたちだけだとちょっと頼りなさそうだから、レンが手助けしてあげるわ。特別なんだからね。ああ、はいはい、せいぜい頼りにさせてもらうわ。よろしくね、レンちゃん。そういうわけで、教会のお姉さん、すぐにでも宝石を使って第五聖槽の先に行きましょう。レンたちが答えを出したことでゲームの進行は繰り上がったはず。多分影の王さんがすぐに次の手を打ってくると思うわ。自信満々ですね。まあいいでしょう。他に選択肢もありませんし。ですがこれまでと同じく各聖槽の最終地点では悪魔の出現が予想されます。万全の準備をしておきましょう。めんどくさいわね。
悪魔か。本当にいるなら見てみたいな。ねえティータ、一緒に見に行ってみない？さすがにそれは危ないんじゃないかな。あんなに堅くなだったのに、ああいうところは子供よね。でも本当に良かった。なんとか一緒にいる間に今後の話ができるといいんだけど。うん、そうね。レンちゃんが言ってたじゃない。この世界は人の望みによって変化するかもしれないって。うん、それは聞いたけど。それでこの子頑張ってぬいぐるみを出そうとしているわけ。ちょっと静かにしてくださいよ。気が散るじゃないですか。モコモコポムのつぶらな瞳、ラブリーベアにふわふわパンダ。どれにしようかな。あんたちょっと雑念が多すぎるんじゃないの。どれか一つに絞りなさいよ。モコモコポムのラブリーベア。ゴスペルなんてなくても十分幸せそうなんですけど。元からずぶといところがあるとは思ってたけど、マイペースというかたくましいというか。思いによって構造が変化しうる世界か。そのことに気づくかどうかが第五聖槍という遊戯版のクリア条件だとするならば、確かに終点は近いかもしれないね。それにしてもまさかここまで分析と検証を必要とするような事態とはね。柄にもなくワクワクしてしまうよ。了解。ほらシャキッとしなさい。レンに任せて。まだまだ未熟。落ち着いたね。少し微熱があるけど、このくらいなら問題ないかな。
了解。うん、少し。行くよ。心得た。ちゃん、その探索に出るときは気をつけてくださいね。探索。ヨシュア、こんなところで何をしているの？ああ、うん。少しこの先の展開を推測していたんだけど。そんなの進んでみればわかることじゃない。せっかくレンが手を貸してあげるって言ってるんだから。それもそうだね。了解。ほらシャキッとしなさい。このような心はいつまでも抱えているわけにはいかないだろうが。大佐、どうかしたの？いや、少し考え事をね。執行者ナンバー15、殲滅天使レン。噂には聞いていたが、洞察眼も凄まじいものだな。うちの会社にも欲しいところだよ。このような子、人の想念を現実化する世界。ああ、私はまだ半信半疑なのだが、しかしこの事態が影の王の望み通りなのだとしたら、このままいいようにされているわけにはいかないな。事態は想像していたより深刻なのかもしれん。この世界とルールが影の王によって作られたものだとすれば、脱出不可能な空間である可能性も否定できん。行くよ。とお揃いのブローチを見つけたのよ。真ん中の宝石が赤になっているの。へえ、いいなー。オートの百貨店だともう売り切れてたのに。はあ、私も赤いのが欲しかったな。それなら聞いた。今度二人でどこか遠くのお店に行ってみない？共和国の東方人街なら一日中見てたって飽きないのよ。そうなんだ。それじゃあまた可愛い小物とか見てみたいな。あのね、この前買ったペンダントなんだけど。盛り上がってるわね。ここにも大きなお店がたくさんあったわ。この前はこんなに大きなペアを見つけちゃった。大人の男の人くらい大きいのよ。レンに任せて。レンちゃん、また一緒にお買い物に行こうね。レンは別に構わないわよ。でもその前にこの世界から脱出しなきゃいけないんじゃないの？
戦闘終了。先に進もう。と呼ばれし癖者、怪物の打倒を誓いし盟友と共に我が元に引き連れよ。さすれば扉を開かん。
やっ！
Oh.